この映像は、成田空港から離陸する、UPS の 767-300F を映したものですが、マニアの方以外は、普通の離陸だなぁ、と思われるでしょう。しかし、成田空港で飛行機を撮影したことのあるマニアであれば、すげぇ、と思うのではないでしょうか。この離陸がすごいところ。それは、離陸までの距離がすっごい短いところです。わかりやすいように、他の飛行機の離陸も見てみましょう。エアカランの A330-900 です。成田で撮ってると、大体の飛行機はこれくらいで上がっていくなぁ、という印象です。なかなか離陸しないことを引っ張る、なんて言ったりするんですが、離陸までもうちょっと引っ張る飛行機も多くいますね。こちらはアメリカン航空の 777-200ER です。飛行機の離陸までに滑走する距離、これは構図なんかに影響してくるので、撮影するときには、重要なポイントになってきます。まあ、私は適当なんで、撮れりゃいいんですがね。ではもう一度、先ほどの UPS の離陸を見てみましょう。撮ってる場所は同じなので、この子がいかに離陸が早いかがお分かりいただけるでしょう。なんでこんなにこの子だけ離陸が早いのかというと、お客さん用の窓がないことからわかるように、この飛行機は貨物機で、それで多分、貨物をほとんど積んでない状態だからでしょう。海藻だと思われます。767ってもともと、離陸が他の飛行機より早めなんですよね。それで機体重量もすごく軽かったから、あれだけ早く上がったのでしょう。飛行機は何にも積んでないと、本当に離陸が早くなるみたいで、こちらは、ANA の A380 の就航前訓練の映像なんですが、これもなかなかすごい離陸だった。A380 って、成田空港に2本ある滑走路のうち、長い方の A 滑走路しか使えないほど、人や物を乗せてる時は滑走距離を必要とするんですが、この時は訓練なので、ほとんど何にも乗せてないと思われます。UPS の時ほどではないものの、A380 にしてみればめちゃくちゃ速い離陸です。こちらは、お客さんや貨物を乗せた時の A380 です。こうなると、A380 はすごく長い滑走距離を必要とします。シンガポール航空の A380 です。あと滑走距離が長いものは A340-300 があります。A340-300 は重量に対するエンジン出力が小さめなので結構離陸に時間がかかります。SAS の A340-300 です。A380 と同じか、それ以上に滑走距離が長いんですよねー、A340 は。以上、ご視聴ありがとうございました。